準決勝勝ちまして決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今日は一対零というゲームでした。どんな風に振り返られますか。いやもうあの立ち上がりからあのとにかくアドバンテージはあるにしてもアグレッシブにいこうっていう話はしてましたし、まああの山田選手の素晴らしいゴールで先制してからもあの前半はかなりこっちもアグレッシブにいけたかなという風には思います。ただ後半はちょっとこう相手の サイドの選手だったりフォワードの選手からちょっとこう押し込まれてしまう場面が多かったかなと思うんですけど、まあ、あのリーグ戦とは違いこうプレーオフでアドバンテージもあるというところで後半は逆にそういうのを思いながらとにかくこう結果を残すことだけを考えて全員でこう後ろの選手と声をかけ合ってできたので、まあ、もちろんあの2点目取って2 0とか3 0でこう完勝というのが一番いいのかもしれないですけどとにかく今の自分たちは結果を出して。 J1 に行くことだけを考えているのでそういう意味で言うとやっぱり今日はいい試合ができたんじゃないかなと思いますあの試合を見ていましていい時のアビスパに近づいてきたなという印象を持っているんでですがいかがかかしょうかあの本当に、とにかくこう、ね、あのスター選手がどう誰とかそういうことがなくこうみんながハードワークして みんなが点を取ってみんなが守備をしてとていうのがあの僕はアビスパのいいところだと思っているのであの湘南戦リーグ戦の湘南戦ぐらいからこうそういうまたこう気持ちの入ったプレーだったりこう誰かのために何かをしてあげようという,こう献身戦だったりというのが非常に出てきたのであの今日も含めてあの、まあ、点を取ったのは山瀬選手ですけどみんなで点取った点だと思いますしすごくこうおっしゃられた通りいい時期のアビスパの。 プレとといいいうのがででききてきてるんじゃないかなか思いますではその勢いで次は決勝 J1、ねね、の本当に今年の最初からサポーターの皆さんもそれを期待して僕たちをこう後押ししてくれてましたしあの今日もあの福岡以外のサポーター熊本のサポーターだったりあの長崎さんだったりというところのサポーターも駆けつけてくれているという話も聞きましたしあのやはりこう九州から J1 のクラブが3つ。 出るようにあの僕たちもあの戦っていきたいと思いますし、あの本当にアビスパや福岡に関わるあのすべての人たちをともに決勝戦勝てるように頑張りたいと思います。相手はまだ決まっていませんが、はい、まあどちらにしても攻撃的なチームが上がってくると思います。この辺り気は抜けませんね。そうですね。あの名古屋にしても千葉にしても本当にこう素晴らしいチームなので、まあ本当どちらが上がってきても気が抜けないなと思いますけど、あのまあ名古屋にはアウェーで。 1三3で結構こう押し込まれてやられてしまったようなゲームでしたしホームゲームの千葉もあの負けてしまっているのでそういう意味でりを返すにはどっちのチームが来てもいいと思いますしあのしっかりと自分たちのサッカーができればその2チームにも必ず勝てると思うのであのまたサポーターの皆さんにこう後押しをしてもらいながら必ず J1 昇格決めたいなと思いいまますす期待してます、はい、ありがとうございます。